いよいよ我が軍は敵ユークトバニアに対して大規模な反攻作戦を開始する。この作戦が完遂されれば、二度とユークごときに我が本土を蹂躙する屈辱を味わわされることはない。作戦の目的を伝える。それはユークトバニア本土侵攻である。ユークトバニア、バストーク半島への大規模上陸作戦を開始する。本作戦は以後フットプリント作戦と呼称する。オーシア陸軍第一大隊と第二大隊から選抜された陸上部隊が A、B、C、D、4つの中隊に分散、揚陸艇で海岸へ向かう。上陸後、各中隊は所々に設けられた拠点を各個撃破。その後合流し、最終目標である要塞の制圧を目指す。沿岸部に設置されたユークトバニア軍の防御陣地は非常に強固であり、航空攻撃のみでの突破は困難であると分析されている。したがってこのフットプリント作戦では地上部隊との連携による調整攻撃を実施、敵防御陣地の無力化を図る。地上部隊からの要請に応じ、指示された地点に的確な航空攻撃を行い、地上部隊の進軍を支援せよ。悪天候の中、ユークトバニア守備兵力からの激しい応戦が予想される。地上部隊を支援し、統治下と防御壁に守られた要塞に一人でも多くの兵を到達させよ。
そっちに戦車を回す。縮小、銃弾で地面を耕しているような猛攻だ。死ぬなよ、ね、まだ伝えたいことがあるか。上がってるよ、デモリア。そっちこそな。Just
車、距離800。片付けろ。
壊して今日はもう帰りたい。さっさと一日だ。激戦の末、上陸部隊は目標の要塞を完全に制圧した。このフットプリント作戦の成功によりユークトバニア南東部沿岸一帯を確保した。ユークトバニア領内における今後の作戦展開にあたってこの要塞を第一の拠点とすることが決定された。防御陣地の構築が終了次第、最終目標を首都シーニグラードに向けた進軍を地上軍が開始する。